はい、阪神タイガース5連勝強い強い強い勝負の9月強えわ強すぎる。はい、ということで、ちょっと落ち着け落ち着け井上。どうも村内8号です。はい、いや阪神強い。もう初回の攻撃鮮やか。1番近本選手がヒットで得点、2番中野選手が送りバント、そして得点圏打率2位の森下翔太選手が先制タイムリーヒット、そして得点圏打率1位の大山選手がセンターへタイムリーヒット、そして得点圏打率3位の佐藤輝明選手が2試合連続のレフトへ第13号ツーランホームラン。もう一瞬の出来事、怒涛の攻撃、理想すぎる攻撃。もう初回にね、もう初回いきなり4点取ってね。まあ、正直なところ、もう今日も勝った思いましたわ。もうなんなんこのクリーンナップの勝負強さ。これでね、森下翔太選手、まあ、先制タイムリーヒット打ちまして、打点64打点。オスナ選手に並び、3位に浮上しました。打点王いけるで、これ。1位が68打点の岡本選手、巨人岡本選手ということで、4打点差でございます。言うても、佐藤輝明選手、輝ちゃんもね、63打点で5位につけてますんで、まあ、最近のね、佐藤輝のバッティング見てたら、全然あり得る。ということで、まあ、阪神ね、初回に4点先制して、先発才木投手、まあね、ランナー背負う場面多かったですけども、6回投げて無失点のピッチング、さすがでございます。まあ、その後はね、桐敷投手、ゲラ投手、そして最後は石井大地投手が無失点に抑えてくれました。まあ言うてもね、まあ阪神初回の4点でね、勝負あったかなと思ったんですけども、やっぱりね、次の試合明日にね、勢いつけるために追加点欲しかったなと思ってた9回表、やってくれました。森下翔太選手がね、猛打賞となる3本目のね、内野安打で、出塁しまして、そして4番大山選手がレフトあれ入ると思わんかったな。第14号、ツーランホームラン。この2点でかいよ。まあ、この試合はね、まあ、4対0で、勝っても6対0で勝ってもね、まあ、そんなね、この試合に関しては、まあ、違いはないですけども、明日に繋がるこの2点。はい、ってことで、阪神6対0、完封勝利でございます !5 連勝!これで阪神タイガース、勝負の9月1日に除けば全勝でございますわ。はい。9月全勝。1日除けば、まあ、1日なんてね、まあ、何年も言ってますけども、8月みたいなもんですから、8月に含まれますわ。1日、たった1日ね、過ぎてるだけなんで、そんな8月ですよ。身長161センチの下なんてね、もう160センチですから、はい。いやいや、阪神、今年も9月に強い!はい。去年ね、9月、負けなしで、優勝するまで負けなしで突っ走りましたから、その阪神タイガースが帰ってきましたね。広島が2対1で勝ちまして、そして巨人、あと一人やんけ。9回2アウトから同点に追いつかれて、そして、まあ、引き分けでもええわと思ってた。延長12回裏、2アウトから、サヨナラホームラン打たれるんかい。はい。うん、まあまあまあ、ええわ。言うてもね、まあ、一番勢いあんのが、我らが阪神タイガースでございますから、はい。目の前の試合、一試合、勝っていけば、はい。奇跡の逆転、アレンパ、見えてくると思います。はい。言い切りました。言い切っちゃいました。はい。もうね、責任は持ちませんけども、はい。ということで、はい。ちょっとね、僕、ちょっと喉痛めまして、聞き取りづらかった。大丈夫?ちょっとまたね、喉から来る、喉風邪、ちょっと咳とね、鼻水と、ちょっと喉の痛みありまして、うん、ちょっと月曜日ね、また、湯浅クリニックに行ってきます。火曜日から甲子園、7連戦が控えてますんでね、体調万全にして、応援したいと思いますので、はい。湯浅クリニック、湯浅先生、お願いします。見てください。もう湯浅先生なら安心お願いします。ということで、阪神タイガース絶好調、9月止まらん5連勝ということで、逆転アレンパへ向けて突っ走りましょう。明日神宮現地の方、全力応援よろしくお願いします。はい、今日の動画以上でございます。ありがとうございます。それではバイバイ。ドラフードラフー、おいおいおい、うん。